everyone, I'm Haru. I'm currently working as a tennis coach as well as an early childhood educator here in Sydney. I've been in Australia for about 2 years in total. I love living in Australia because the weather is beautiful, beaches are so nice, and people are so nice and friendly and open-minded. So yeah, I thought I would give it a shot working in Australia. You only live once. Okay, can you tell me a little bit about your background? Sure. So I was on foreign exchange at UTS, University of Technology, Sydney, for 1 year during my fourth year of university. And when I went back to Japan, I worked as an English teacher at a major private English teaching company for 1 year, oh sorry, 2 years. And then I decided to come back to Australia to study and work last year. Why did you come back to Australia? So because I already knew how easygoing the lifestyle is here, and how ever since I first saw the work environment here, I always wanted to come back to Australia and try work here, because people were so friendly, so open-minded, and I knew I would definitely learn a lot of things throughout working here in Sydney. Ego ma. キャリアアップ留学についてどんな留学かっていうのをちょっと教えてください。はい、キャリアアップ留学は現地で専門学校に通うスタイルになっています。なので自分の興味がある専門分野をピックアップして、例えば私の場合はチャイルドケアなんですけど、他にもフィットネスとか看護師、ネイルセラピーとか、本当にいろいろと種類があるので、それを現地の専門学校で勉強して資格を取って、資格サーティフィケートとかディプロマを取って現地の就職に生かすっていう形になります。はい、他にも会計士、ヨガ、アニマルケア、ドッグトリマーとか、美容師、航空整備士、ウェディングプランナー、起業家、ビジネス、英語教師などなど、本当にたくさん種類があります。そんなにいっぱいあるんですね。はい、へえ、あります。どれが人気なんですか？チャイルドケアが人気だと思います。自分がどうってたから。キャリアアップ留学ってどんな人におすすめですか？本当にどんな人にでもおすすめできます。18歳以上の方だったら、本当にどの年代の方でもチャレンジができる留学なので、例えば高校大学を卒業してやっぱり専門分野違うことを学んでみたいとか、同じことでも英語で学んで海外で仕事したいっていう方にすごくおすすめです。なるほど、はい、ワーキングホリデーを考えてる人にも、先に学生ビザでやりたいことがあれば、それをこっちの学校で学んで、その資格を生かしてワーキングホリデーのビザを使ってそこから働いていく。でもしも永住権に取りたかったら、その先の話にはなるんですけど、その中でスポンサーシップを目指して、で永住権につなげるみたいな形もいいかなと思います。はい、その専門的な分野によって永住権が取りやすい、取りにくいっていうのもやっぱりすごくあります。はい、例えば会計士とか看護師の場合は大変なんですけど、取りやすいと、あとチャイルドケアの場合は一応道はあるんですけど、どんどん狭まってきていて、法律が変わってきてるのと、なので永住権を取りたかったら、キャンベラとかちょっと田舎のダーウィンとかところに行って2年間そこで働いて、永住権を取るみたいな方法ですね。どの分野によって全然違います。そうですね、一番簡単なサーティフィケートだと半年とか9ヶ月とかで取れて、次のディプロマっていうもうちょっと強い資格になると2年間が大体の目安かなと思います。なるほど、ね、はい、それを卒業した時に、例えばその学校が職場を斡旋してくれたりとか、なんかその学校に通ったことによって、その道の職業に就きやすかったりとか、そういうのってあるんですか？そうですね、先ほど言った実習先で仕事のオファーがもらえたりとか、そのまま働いてっていうふうに言われて働くパターンが結構多いのかなと思います。私もそのうちの一人です。なるほど、はい、例えば日本で仕事を辞めて海外に行きたい、でも、そういうのが不安っていう人とかにとっても、そうやって海外でキャリアを構築していくというか、作っていけるっていう面では、そのキャリアアップ留学っていうところはすごくいいかなと思ったんですけど、そういうところは実際どうですか？そうですね、やっぱり日本人として英語のディスアドバンテージがある分、
あの手に職を持ってちゃんと仕事ができるっていうのはやっぱりあの英語ができないなりにも他のスキルを生かして仕事をすることができるので、その後のキャリアにも役立つと思います。ちなみに費用とかって結構かかるんですか？費用はそのやっぱり学校にもよるんですけど、ちゃんと学校に行くならサーティフィケートで50万円ぐらいから9ヶ月とかで50万円、でもオンラインだとその半額とかもっと安いようにできるので、結構選択肢はいろいろあります。インターナショナルスチューデントが多いのでいろんな国から来る人がいます。ちなみにオンラインじゃなくて普通にちゃんと行くか？そうです、はい、やっぱりそっちの方が全然おすすめですか？そうですね、あの先生に質問ができるっていうのが一番良かったです。あとはあの同じクラスメートとあの相談できたりとか、あのそのクラスメートが働いてるとこはどうなのみたいな感じで友達も増えるのでおすすめです。はい、楽しいところはやっぱりあのローカルでオーストラリア人とかイギリス人とかいろんなあの国から来てる人と働くことで、なんだろう、感情に正直にあの物を言う人が多いから無言の了解みたいなのが少ない。なんか日本だとこれを言わなくてもやっておくとか、あのだから逆に言うとあの上の立場になるとすごい大変かなと思うんですけど、上下関係関係なく、あのこれはおかしいと思ったらあのどうやって改善した方がいいかとかみんなで話し合うし、スタッフとの仲もすごいあの近いので働きやすいです。はい、私のチャイルドケアではスタッフがだいたい10人ぐらいいて、3人オーストラリア人、アメリカ人のボス、あとスコットランド人、イギリス人、あとはフィリピンとか、ネパールの人とかもいるので、第一言語として英語を話す人とそうじゃない人とあの一緒に働いてる感じです。はい、大変なことはやっぱりテニスコーチの仕事をしてて、常に自分が英語でプレゼンテーションしてるみたいな状態なので、それはやっぱり準備が必要になってくるかなと思います。うん、そこが一番大変かな。すごい緊張して夜寝れなかったりとか、あの家でブツブツあのこれはこうでこうで説明するのを練習したりとか、その辺は今も大変です。でやっぱり職場環境のお話になると、あのカスタマーサービス、接客業になるので、あのクレームを受けた時の対処方法っていうのが日本と全然違うんですよね。だから例えばレッスンもうちょっとこうしてくれないとか。オーストラリアならではの敵が結構、もうちょっとこうしてくれないとかって言われた時に 100% 私のフォルトだったら、あの失敗だったら謝るんですけど、そうじゃない場合はああ確かにそうだよね、 of course definitely thanks for the feedback みたいな感じで、フィードバックをありがとうみたいな感じで返すので、そんなにシリアスに捉えなくても、人にもよりますけど、かなと思います。トイックを満点持ってるということで、はい、英語をしっかりと喋れるようになって、なんかこう人生変わったなというか、すごくこんな世界が待ってたよみたいな、じゃあそれをちょっと英語で聞いてもいいですか？はい、It changed my life dramatically because you have more options like where you can work. So I always thought that communication skills is more important than English skills. But however, being able to make sentences correctly does help you, and knowing all those grammatical rules does help you in writing, especially like when you're writing documents, when you're writing emails and stuff. Also being able to pronounce words correctly or well enough does help you in communicating with a range of people from a variety of background. So you would be able to get their humor more, you'd be able to understand their jokes, and you may be able to share some funny stories with your coworkers. So yeah, you'd definitely learn a lot more things because you can understand more words and more complex sentences. So I would say that the better your communication skills in English gets, the wider your opportunities become when you work overseas. じゃあ最後に、これからの夢と目標を教えてください。はい。夢はまだ決まってなくて、現地の人たちがキャリアアップする方法がちょっと日本と変わっていて、一つの会社で
上り詰めるというよりかは、いろんな会社で勤めながら、例えば2年とか3年働いて、次のステップに進むっていうスタイルがすごく多くて、まだ今シドニーで働き始めて1年なので、毎日結構チャレンジングなことが多くて、大変なことも多いんですけど、チャイルドケアを続けるのか、テニスコーチを続けるのかっていうところも今やってみながら模索中であります、うん。で、あともう一つ、YouTube で最近英語のフレーズを紹介するビデオをアップしてるので、そこで日本人の方に私が学んできた英語方法を知ってもらって、英語パズルのように組み立てていく方法を少しでも知ってもらえたらいいなと思って、そこも頑張っていきたいなと思います。なるほど。めっちゃ宣伝になっちゃった。いや、全然とにかく990点満点持ってるんで、ちょっとね、次のこの後のビデオでもちょっとそのトーイックというか英語を伸ばす部分の話をちょっとね深掘りしてね聞こうかなと思ってるので、そっちもちょっとこんだけね見てもらってこんだけ喋るので楽しみにしていただけたらなと思います。お願いします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こんな感じでね、海外で挑戦する人、日本人をねどんどん紹介していけたらなと思いますので、ぜひねチャンネル登録してってください。あと、ハルさんの、ね、YouTube もあるので、そっちもね、ぜひ英語を勉強する人、したい人、このチャンネル見てくれてる方もね、たくさんいると思いますので、その辺もね、要チェックという感じでお願いいたします。お願いします。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。Bye bye. Bye. Bye bye.